はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は夏のパワープロ応援ガチャを駆け込みで引いていきたいと思います。あまねちゃんがデビューキャラとして登場しております。まあもうガチャがね、出てからだいぶ経ってるっていうか、もう終わるんで、皆さん性能はご承知の通りだと思うんですけれども、上限アップを2つ持ってます。ミート上限アップと補給上限アップの、2種類持ちになってますので、まあぜひともね、1枚は確保しておきたいという感じですね。一応80連まで引くと SR 以上のあまねちゃんが1枚確定するんですけど、80連ってまあかなり大変だよね。このあとパワープロのね日も控えてるんで、そんなに石は使いたくはないというのはあるんですけれども、まあ50連目の PSR って何引けるかっていうのと、まあその前にあまねちゃんが出てくれればっていう感じですかね。まあそんなところで、10連から引いていきたいと思います。厳選10キャラのみって誰が出んの？まあよくわかんないけど、いいや、とりあえず引いていこう。最初の厳選10キャラのみって別に SR は確定してない？なさそうだな、これ入ってないわ。 PR が出るってわけでもない。本当に10キャラなんだね。 R のあまねちゃん、 PR のモネちゃんが1枚だけ入ってる。悲しい。で、20連目はここは SR、 あ、虹だ。虹の後のキランはない。1つ確定枠のところに虹が入ってきただけか。ハッチ、ハッチもあの剣道ハッチの PSR を持ってないからね。まあ、やっぱり PSR を確保できるかどうかっていうところでね、母体の確保ってめっちゃ重要だよね。ハッチとかやたら余ってるし。じゃあ30連目、ここは厳選10キャラ、さっきと同じか。だけど SR が確定してますと。基本的に確率アップは90連とかいかないとついてこないかな。もう基本これだよね、最初1枚だけ入ってるみたいな。アスネちゃんいるんだ。しかもこれバレンタインの方じゃん。うん、なんかめぼしい感じはないな。で、40連目です。そっか、ここら辺まででバナー SR 確定っていうのはないのか。自力で引き当てなきゃいけない。でもさ、バナーキャラ 30% 以上ってさ、微妙だよね。岩井くん。で、4キャラいてさ、10%、ん？ 30% ってことは、1キャラ 10% ないってことでしょ？それを考えると、かなり確率は低いよね。で、PSR ですね。PSR は別にバナーとかではないので、まあ、かなりの運が必要になります。3個入ってる。3個入ってるけどさ、友沢か。まあ、これはいつか来るであろう袴友沢のために。質がよろしくないね。 SR の質がよろしくない。数があればいいってもんじゃないからね。こっからバナーになります。てかあまねちゃん出るまで引きます。出なかったんで。バナーキャラとしては俺の手持ちどうだったんだっけ、よくわかんねえや。モネちゃん、モネちゃんはね PSR があったと思う。そんなに解放されてない。鈴木もね PSR 欲しいんだよね。で、70連っていうかさ、あまねちゃんってさ35で使うにはどうなのっていう。佐伯さんとかだとさ、35ってめちゃくちゃ火力不足じゃん。もうまた3枚入ってるよ。数があればいいってもんじゃない。あ、持ってなかったんだ。なんだっけ、不活だっけ、名前がわかんねえ。あ、来た。あまねちゃんここで来たわ。
ちょっとテーブルだけ見よう。鎌狩り、鎌狩りとかもういらんわな。 PSR プラボだったと思うし、今もうちょっとやっぱりね、初代の人たちは昔はね、鎌狩りよっしゃーみたいな感じだったけど、ちょっともう時代遅れだよね。で、ミート上限、補給上限で35でタック、練習効果15。あ、解放すると筋力ボーナス。あ、これもうあれだね、ちょっと佐伯さんチックなテーブルだね。いや、45は欲しいね。技術ボーナス10つくんでしょ。だって40でもさ、筋力ボーナス8。いや、これは40っていうか45だな。45がないと厳しすぎるわ。35だと筋力ボーナスもないし技術ボーナスもないってことでしょ。練習効果15でタックと得意練習率、タックが50だから、そうだね。チャンス走塁、チャンスメーカー、サイン、走力ブースト、守備移動、まあ、珍しいコツは2つ持ってる。そんな感じか。ってことは解放のためにもう一回引こう。80連いきます。はい、虹、ここでここでキラーンが来てキラーンが来て1枚だけがいいんだよ。だからこれ出たよ、2枚入ってる。そうそうなんだよね、こういう場合大抵後ろのさところでなんだかよくわかんねえキャラクターが PSR として登場するっていうあ、でも大田くんか。大田くんはまあまあたまに使ったりするかな、よくわかんない。という感じですね。なのであまねちゃんに関しては、まあ、当分お借りして使っていく感じになると思います。50のテーブルがちょっと調べてないんでわかんないんですけど、まあ、多分練習効果30とかがつきそうな気はしますね。で、35の1枚だけだとどうしても火力不足感があるテーブルに、なってるんで、まあ、最低でも45は欲しいかな。技術ボーナスと筋力ボーナスがつく、テーブルで使えればと思います。まあ、そんなとこですね。というわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。